こ行ったぞ。何これ。デレデレ編、デレデレ編、ツンツン編、カルビ脂肪エンド。めっちゃいい。お前天才だよ。俺とちょっと商売しよう、これラスト以外でも。やっていきまーす。意外とうまくいか。いない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 。カルビ人引くの好きすぎだ。お前カルビ人引くの好きすぎだろ。やめろ、映るか、映る映る。やめろカルビ。そういえばホロライブのボイスはどんぐらいどうなってんだ。カミトくんもほんとカモやん。君はおたメガネかけてるし。いや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 、違いますよ。これは相の価値があるものにはちゃんと支払わないと、対価を。すごいよほんとに。なんか風の1000円のだとなんか微妙にあれなんですよ、満足できないんですよ。満足って、満足って1個めっちゃすごいの入ってる。めっちゃすごいの入ってる。すごいって、すごいっていうのはどういうすごいですか。すエッチなの入ってます。え、本当に言ってます。誰のが、誰のっていうのが大事。気持ち悪い。いいから買ってみてください、1本。だってこれで変なの、ちょ1個だけ買うすね、そしたら。軽っ。あ、はい、聞いてみてください。聞こえるか。俺はずっとお前のことが。どれ。これ元気？終わりやん。一番低いよ。レ一番価値低いよ。ローレンさんの。あ、いいじゃない？おいじゃない、ついにこんなのいい。どっか行ったぞ。何これ。おいやばいやばいやばい、息に立っちゃってる。やばいよ、やばいって。なんかよししてくれる系のボイスってありますか。神戸くんマジ終わってんな。神戸くんガチ終わってるわ。疲れて帰ってきて、それはね、相手に向けてってこと。今相手いないんすわ。ね、うち貸し出すよ。ラプラスさん。カルビとかどうすか。ラプラスさん。よしよししてくれてもいいよ。誰でもいいってわけじゃねえすわ。何言ってんだお前カルビ。お前カルビいいやろ別に。カルビは世界で一番可愛いよ。一番いいやろカルビのボイスが。お前相手が大事なんだ。オタクにもオタクなりの譲れないものがあるんだ。うっせえやっか。やっかいオタクだ。お前さえ、待って、なんか頭おかしくなりそうだ、ここ。あ、えぇ、はい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 、お世話になっております。どうしたの、どうしたの。スタンミさんってボイスとか興味ないですか。ボイスボイス。ロレ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 、やばいロレやばいロレやばい。何がやばい、何がやばい。スタンミさんのボイスやってる。ボイス、マスト、マスト。あいつらもボイス家業やってるらしいな。いや今戦国時代始まってるぞ。なんかボイスの。いやでもうちにはカルビとアカリンがいるから。え、負けることはない。じゃあ負けることはない。ワインモバイル。こっちは、待って、こっち来て、もうこっち来て。むずいね。行ってみようか、一回。うん。うん。オッケー。行ってみよう。ラインモバイル。スマホ代付き300円から。ラインモバイル。300円来たら300円。ラインモバイル。本当だよ。ラインモバイル。検索検索。
非常に、じゃあ今の再生してみてくんない？どうも、どうも。LINE モバイル、スマホ代月300円から。LINE モバイル、300円来たら300円。すごい。いや、これもっと質高いのねな。あのね、あかりにさ、待たなくていいよ。そのあかりにはまんま歌っていいから、カルビが合わせるでいいと思う。わかった。LINE モバイル、スマホ代月300円から。LINE モバイル。マジか。悪くない。いや、てかね、合いの手のカルビもめっちゃいいわ。なんか。いける CM 超えしてる CM 超えしてるなんでそこの才能あんの。いや、これちょっと質高いのを取ってさ、企業にアピールしよう。うん。いろんな配信者にこれ流させてさ、ガレリアの CM 撮ろうぜ。ガレリアの今 CM 流れてるやつ。いや、欲しいな。あれ撮ろうぜ。神は天才だよ。そうだよ。じゃ売り込もう。私たちの潜在音声まで用意してくれたんだもんな。これはすごいかもしれない。これすごいかも。LINE モバイル、スマホ代月300円から。300円ったら300円。LINE モバイル、本当に本当だよ。LINE モバイル、検索。これはすごい。すごくない？マジですごい。これすごいよ。これはちょっと任せてくれ。営業担当スタミジャパンに任せてくれ。俺がしっかりとした値段で売ってくるから。名作ができてしまった。これすごくない？マジで。誰だ買うの？ケイ、これ聞いてよ。ん？ケイ、ちょっとこれ聞いて。どうしたの？すごいの取れたんだよ。本当に本当だよ。検索。これすごない？これすごくない？すごいよこれ。これすごいよね。これすごくない？完成度すごい。これどうやって売ろうかなと思って。これどうすんのこれ。なんか会社の人が言ったら教えてよ。てか本田翼ってどこに住んでるの？本田翼に売りに行こう。これこれ、いや、これ売れるぞマジで。いやでもこれある意味の押し売りなんだよね。だってさ、 LINE の仕事やっててさ、LINE のボイスいらないって言えなくない？うん、勝ちじゃない？いや、いらないですとは言えない。そうそう、いらないですって無理でしょ。いらないでしょ。いやな、怖いもんなんもないだな、この人。ないよ、別に。カセットテープどうやって作るんだ？小さい頃から CM ソング上手だねって褒められてきたんだよ。きつね、たぬき、天ぷら、月見、お肉、日が閉まる、うどん、スープ、ブ。うますぎだろ。うますぎだろ。カルビ、才能があるな。才能が、才覚がある。カルビの猫が猫であるようにめっちゃいそう。お前ら知りすぎだろ、ネタを。なんだよそれ。犬が犬であるように、猫が猫であるように、全身全霊、僕でありたい。ああ落ち着きかよ。落ち着きかよ。お前オペだったろ。ありがとう。あ、帰れない。なんちょう、なんちょう。何？これ録音したんだけどさ。いつね、たぬき、天ぷら、月見。これ買ってくれない？これ。考えておこうかな。考えといて。いくら？これね、2000円。
考えておく。あ、考えてね。考えておく。なんで考えちゃうんだろうな。え、高い？モナ先生。おお、スタミさんか。最近ボイス販売業をしてるんですけど。なんかみんなここぞとばかりにボイス販売業始めたな。どうしたんですか。うちにはね、カルビってやつがいるんですよ。おお、へ、そんな子いるんですね。うん。はいはいはい、カルビのボイス1個500円で買ってくれませんか。いやっすね。300円は無理っすね。150円、厳しいっすね。125円、ダメっすね。105円、もう一声。90円、9円で買います。やばい。あ、じゃあ、そうです、8円になっちゃいました。うん、8円で大丈夫よ。8円で買います。うん、はい、はい、ありがとう。ちょっと営業間違って、営業下手くそだった。ちょっと営業下手くそだったなぁ。カルビ、カルビ持ってないでしょ。そう、ほんと、ごめん、謝ることがある。さっきの音声売れました。うどん？え？90円あ、違うわ。8円だった。8円、8円何言ってんだ。割り切んじゃねえか、それ原価8円で買ったって広められたらもう買ってくれないよ。カルビ頭いいな。お前何してんだよ。セット代が高いでしょ。そんな安いのさ、買ってもらえないなんて悲しいよね。違うよ、スタートはそういうもんなんだよ、商業っていうのは。じゃあ、この世界は餃子の CM 来るよ。売ってみるよ、そんな。スタミナ抜けるからいけないんだよ。そんなことねえよ。影響力の問題。そんなことねえよ。それしかないだろう。お前ら売ってみろ。自分たちで売りに行ってみる。おお、1000円以上で。黒炭さんが赤身カルビボイス欲しいって言ってるぞ。え、マジ？マルの方が売るのがうめえな。ちょ、マルちょっとなるべく高く売ってみて。マンタ先生からさ、ちょっと買い直してくるわ。買い直すってなんだよ。あのボイスを。マンタ先生、ごめんなさい。さっきのカルビのカセット売ってくれませんか。高いっすよこれ。なんぼですか。800は硬いっすね。正直これでもめっちゃいいんだよな。それめっちゃいいでしょ。ちょっとだよ、マンタ先生。8円で買ったの。交渉人変えた方がいいかも。なんかね、どんどん値下げしてくれちゃったから。え、そう。お前のせいよ。言うしよ。オッケーオッケーみたいな感じだったから。お前の売り方が間違ってる。ちょっと間違えた。もう一度カルビ俺にチャンスをくれよ。ごめんごめんね。はい、一旦じゃあちょっと、はい、508円で買い、あの、売ります。申し訳ない。ほい、え、え、500円で買ったんですよね、マンタ先生。ん、え、どういうことどういうことどういうこと。マンタ先生に8円で売ったんだけど返して欲しかったから。タンミさん、508円で買った。マンタ先生からは大赤字の大赤字。甘くないんで商売は。カルビ営業の人変えた方がいいかも。うちの海苔焼きとかに担当したらいいと思う。自分たち営業した方がいいよ。これ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 で、あ、来た。めっちゃウケる。プロタタさん来た。どうもそもそ、マジで楽しみなんだけど。じゃあ最初の一番ボード聞かせるよ。いつね。俺あれだな、これ家の中でスピーカーで再生するしかないな。はいはいはい。これ実際人気の品で、でもうちのカルビ赤身は1回しか打たないって言ってます。この音声に関してはもう出回りません。それを黒炭酸さん何ぼ出す。3000円ですかね。3000かー。あ、ちょいでない。うわぁ、じゃあ4500っすわ。オッケーオッケー、もうこれで勝ちっすよ。4500
オッケー4500で売ろう即決4500どうぞありがとうあれマジで1回しか撮らないからあとこれ家の中で2回収録してる様子が見えたらこの家なくなりますからねそれはハッピーバスデーあ、ストミさんお誕生日おめでとうございますおせえよおせえそれおせえよ一応ね一応ねうちもう1個あってもう1個あってくれたらさこれはいらないかいらないこれいらないんだよなんでこれいらないんだよこれ再収録したらこの拠点なくして再リスポーンしてもそこ殺しに行きますからね俺ラストで粘着は黒田さんの横に出るもんいないですからね分かった約束しようはいまたねー客は掴んであとはスタミさんが交渉すれば絶対売れるんだ間違いない間違いない間違いない捕まえてくればいいんだようん、あとは複製してもね、バレなければいい。バレなければいい。世の中の犯罪って、ん？なんかいました？何の話や？いや、なんかバレなきゃいいって聞こえたから。いやいやいや、全然気のせいですよね。気のせいですよ、ね。気のせいですよ。ぶんねえ、マジで。火事危ねえよ。あれ危なすぎ滅びる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 俺覚えてる気がするぞこれはマッチョちゃんどうしたのマッチョちゃんカルビのなんかボイスってさっきの歌しかないのいや今からたくさん撮るよあるやっぱり需要あるなセリフだったらちょっと気になるなってあセリフが欲しいとどんなのが方向性聞きたいねデレデレなカルビデレデレなカルビはそんな簡単には出ませんよデレデレがなかなか見れないんだから視聴者を見たことないんだよ、うん、じゃあいいやあそうそうナチョさん待ってナチョさん待って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 すぐ出るすぐ出るいつも出るんだからカルビのデレデレなんて出ます出ますすぐ出る出ます出ますすいません用意します用意させていただきますすいません。はい、はい、用意しておきます。すいません。頑張るからね。はい。なちょちゃん。うん。ありがとうね。危なかった。客に逃げられたかったぜ。ごめん、カルビ。危なかったぜ。なちょ。デレデレ、デレデレ告白ボイスいくか、カルビ。猫っていうのをベースにして、で、カルビを飼ってるナチョ猫でしょで、ナチョは最初、カルビのことが大好きだからベタベタするんだけど、それをうざがるんだよ、カルビは。で、ナチョがそれをやめたら、ね、カルビはちょっと寂しくなっちゃうの。あれ構ってくれないの大好きなのになぁがいいんだよね。そうなんだよな。設定が。待って、セリフ考える朝になるまでに。キモいなぁ。そんなことはそんなに。台本考えて楽しくなってきちゃった待ってそれでいいこと思いついた何続きがあるっていうことにして2本売るっていうのはどうこの続きが聞きたかったらそうね買ってくださ い, いそうしようそうしようそれは悪くない、うん、選ぶ選択肢によって分岐が必要ねんだからそうね3つぐらいデレデレ編デレデレ編ツンツン編カルビ脂肪エンドしぼえんの今しぼえんのでさあのさ銃声入れてさパンパンパンうわーってほんとねナッチョさんがカルビを打ち殺した俺厳しい厳しくいくよカルビ分かったよデレルート、ね、デレルートねテンション感で言うとお前のいつものさのちょっと結構ねもうテンション高めでいいで一泊置くここ一泊置きますからのごちそうさま美味しかったよーがお前のそのごちそうさま美味しかったよーの言い方眠くなっちゃったら一緒に寝ようでこれもうカルビ完全再現ですよこれでこれでいかしてください分かったいきますよはいご飯の匂いするくれるとはいただきますふうごちそうさまおいしかったよお前好きぎゅう眠くなっちゃったから一緒に寝よ
めっちゃいい！お前天才だよ！お前天才だよ！お前演技派なのか！そうなんだよ！待ってくれ待ってくれ！これちょっとラストだけにとどまるのもったいない。俺とちょっと商売しようこれ。ラスト以外でも俺が逆方向だお前才能あるじゃねえか。お前可愛いよ。いや明るくお前可愛いよ。これ黒炭酸さんちょっと来てくれ。これはえぐい。これはえぐいわ。こいつには売れるだろ。こいつには一番売れるだろ。できました。黒田さんさん、黒田さんさん、一回来てくれ、一回来てくれ。俺台本から書いてんのね、1から1個目のテープがあって、うん、そっから3ルートに分岐するっていう台本なんだけど、その分岐する前までその聞かせられる。もうそんなに可愛い可愛い言わないでよ、うるさいや。別にお前のことはそんなに好きじゃないんだからね。だいたいいつもお仕事ばっかりで構ってくれないじゃん。こっからデレルート、カルビ死亡ルートでシークレットルートに分岐します。死亡ルート欲しい。死亡ルートやめてほしい。いや、死亡ルートがどうしても欲しい。あ、死亡ルートだけはマジで欲しいんだよな。なんで死亡ルートなんだ。死亡させないでくれよ。またね。びっくりした。またね。びっくりだよ。またね。ナチョ、ナチョ、ナチョ、ルート分岐があるの。デレコースと、シークレットコースと、カルビ死亡ルート。今、デレルートが、撮影完了してる。収録完了してるの。だから、デレは私が、買ってくれる？もう、そんなに可愛いとは言わないでよ、うるさいや。別にお前のことはそんなに好きじゃないんだからね。だいたいいつもお仕事ばっかりで構ってくれないじゃん。いいねいいでしょ。こっから分岐する。デレルート、シークレットルート、死亡ルートに。これどうやったら死ぬんだ一体。4000いいよ。 OK OK 4000でいこう。はい、1500、はい、1500。じゃあナチョのさ、リアクション聞きたいからさ、単純にここでちょっと聞いてみてほしいんだよね。はい、俺も聞きたい。うん。俺も聞きたい。ご飯の匂いする。ご飯くれるの。いただきます。ごちそうさま。美味しかったよ。お前好き。眠くなっちゃったから一緒に寝よ。めっちゃいい。これめっちゃいいでしょ。このご飯のとこいいんだよね。めっちゃいいわ。でしょでしょ。ほら、来た来た来た、カルビ来た。嬉しい嬉しい。俺も嬉しい。またね。ありがとうね、なつちゃん。バイバイ。大事にしてよ。うん、大事にする。はーい、またね。シボルトどうすんだよ。シボルトは、シボルトは大変考えた。でもね、さっきのね、4000円で入れたよ。4000円。二人がかりで。4000円。すごいよ。完璧じゃん。完璧か。ちゃんと商売してる。